どうも小池です。ドクターベガパンクバトメン、はい、というわけでですね、皆さんこんにちは。いや、急にタイトルコール珍しくないですか。はい、はい、まあ、ドクターベガパンクがついに分かったということでですね、はいはい、まあ皆さんウキウキしてると思うんですけど、はい、まあ、あいつほんまに本物なのかと、それがね、今界隈を騒がしてるわけなんですよ。ちなみに小池さん、はい、ドクターベガパンクの名前で一番最初にどこで出てきたかってご存知ですか。あのね、20% ぐらい常に甘噛みで今進行したから、はい、ドクターベガパンクの名前一番最初に出てきたのは何巻か。僕の大好きな45巻ですよ。正解。はい、今すごいですね、はい、そういうわけで45巻であのコビーがね、あの名前をペラ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 言ってくれたわけなんですよ。ペラ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 ぐらい長くはないけどね、はい、まあ具体的に433話なわけなんですけども、そっから628話経ってようやく姿が判明しました。まあそんなわけでですね、ベガパンクの情報っていうのは結構小出し小出し小出しに出されてきたわけなんですけども、すごい大出ししてるけどね。そうなんですよ、実は結構ですね、もう情報はあるんですよ。なんで今日はそういうのを紹介していく回です、はい、まずベガパンクの正体について、はい、これ女の子っていうことです。いや、今日終わったから女の子っていうことが終わりみたいな、まあ分かったんですけど違うんですよ。ワンピースの作中では彼は彼マン男やって言われてるんですよ。どういうことか、うん、ベガパンクといえばこちらの子、まあ、クマがベガパンクについて語らしいんです。世界最大の頭脳を持つ男、まあ、このことから、まあ、ほんまに物理的に巨大な脳を持ってるんじゃないのかとか、もしかしたらもう脳だけの存在じゃないのかとか、まあ、いろんなことが言われとったわけなんですけども、一応姿形はあったと。見てください、こちらのジジイの発言なんですけど、彼はですね、未来国バルジモアに住む心優しいジジイなんですね。でこれもですね、彼の悩みはとか、みんなを楽にしてやれないとなく彼を見てとか、まあ、結構ですね、その現地の、まあ、おじいさんにね、あの取材したところ、取材、はい、まあ、彼っていうことを言ってるんですよね、うんうん、そして、まあ、ドクターベガパンクと、まあ、親しき仲であり、当時研究仲間でもあったシーザーさんのご意見では、見てください、非道の男かと言ってるわけなんですよ、うんうん、まあ、ほんまの非道の男はお前やったって話なんやけど、うん、まあね、で、まあ、緑牛、まあ、ちょっと界隈をね騒がしたわけなんですけども、うん、この荒牧おじさんもですね、うん、ベガパンクのおっさんって言ってるんですよね、うんうん、で実際この荒牧さんは、うん、まあ、やっぱりね、チャンネルが好きであることから、うん、まあ、まさかその男と女を見間違えることもないだろうと、うん、でさらに G5 の海軍、見てください、ベガパンクのクソ親父って言ってます、うん、はい、クソ親父って言われるのはオーナーゼフかベガパンクしかおらんっていうぐらいワンピースの世界やってますから、うん、まあ、そう考えると、まあ、やはりこの女の子の姿で出てきたのは違和感じゃないでしょうか、うん、はい、でですね、まあ、このベガパンクのことをね、コビーが言ってるのも、彼はすごいんですよってことを言ってるんですよ、うんうんうん、でコビーというと、まあ、やはり海軍のね、まあ、後にソードの隊長にもなる男ですから、まあ、それを思うとこの段階から結構まあ期待されとった人物のわけなんですよ。はいはい、間違いない、うん、そう、それを思えばそのなんか明らかに偽の、まあ、人物と、まあ、遭遇してるっていうか、偽の情報をつかまされてる可能性も低いと思うんで、はい、ベガパンクが男であるということは確定情報だと思うんですよね、うん、さらに今回のベガパンク、まあ、我々が思っていたらちょっと若い人物が出てきたわけじゃないですか、うん、まあ、このね、まあ、ボニーという年齢操作ができるやつと一緒に出てきたのはもしかしたら何かのヒントなのかもしれないんですけど、うん、まあ、想定よりも若いんですよ、うん、そう、若いんだよね、そう、女の人のことは100歩ずつ分かるんだけど、うん、若いんだよね、そう、そう、若そう、うん、まあ、分からんけどね、うん、でですね、ジャッジとかつて研究していたというのも、もう公然の事実なわけなんですけども、うん、まあ、それもですね、ヨンジが若き日のベガパンクと、まあ、やっぱり研究してたことも言うているんで、うん、それを思えば、うん、まあ、大体、まあ、アラフィフぐらいちゃうんかと、うん、まあ、なんでかっていうと、一緒に研究したシーザーが40歳、うん、クイーンが56歳、ジャッジが56歳なんで、うんうん、まあ40から56の間ぐらいちゃうのと、うん、さらにシーザーが40であることから、うんうん、まあ、かつてベガパンクはシーザーの研究に対してこらこらそういうことはやっちゃいけんよシーザー君みたいなことを言うていたことからも、まあ、ちょっと年上の感じもね、雰囲気としてあるなと、うん、で、まあ、実際アニメのワンピース、これベガパンク過去喋ったことがあります、うん、果たしてどんな声優さんなのかというと、うん、安原義人さんという、はあはあ、もう年配の男性っぽい喋り方をしてたわけなんですよね、うんうんうん、まあ、これが桜彩音さんとかやったら、うん、まあ、それはもう若い女の子かもしれませんけども、はい、そうじゃなかったんですよ、うん、なんで今回の姿はほぼ間違いなく別人であるだろうと、うん、まあ、これエッキーさんも、うん、まあ、別人や言うてましたけども、うん、まあ、そういう説がまあ可能なんじゃないのかなってことが言えてくるわけなんですよ、まあ、ただですね、うん、彼はまあ500年先の頭脳を行くということなんで、うん、小池さんが言ってたように自分をロボットにしてることも可能やろうし、うん、もしくはなんかもういろいろ移植しまくって、まあ、女の子になったんかもしらんし、あ、僕ロボットじゃないですよ、クローンなんですよ、あ、そうそう、クローン、クローン、うん、クローンでした、クローンね
はい、というわけなんですけども、はい、そんな彼のですね研究の、まあ、成果を今日はね話していこうと思います、はい、まず1個目今一番界隈を賑わしてるのは、うん、セラフィム。あーこれね結構恐ろしいですね、うん、新型パシフィスタなんですけども、うん、性能すごくてですね、うん、まずねハンコックの幼少期ぐらい可愛い。可愛いよね、うんうん、でミホークぐらい強い。強いよね。そしてただ強いだけじゃないんですよ、うん、その強さは褐色の肌、うん、黒い翼、うん、あの白髪、まあ、あの3点セットが揃ってるということで、これ何かというと、まあ、神の3種と言われておりまして、俺さこの時思ったけどさ炎は言わなかったんだよね黒ひげね。確かに。そう、これなんで言わなかったんだろう。出てるのにね。そうそう出てね、うん、ちゃんと。ほんまやね、うん、言い忘れたじゃん。あ汗だ。そうそうそう、うんうん、なんか衝撃受けすぎて黒ひげも。要するにルナーリア族なんじゃないの、うんうんうん、まあ、我々ね、あのゾロがあのキングをね、うんうん、倒すときにルナーリア族とは何だろうかっていうことを教えてくれましたけども、うん、このルナーリア族の性質プラスこの七部会のスペックを兼ね備えたとんでもないものがパシフィスタやでってことがね新型として出てきたよ、うん、だからセラフィムって言うんやでみたいな感じの名前で、まあ、新たな兵器として登場しとるわけなんですよ、うんうん、で元々このパシフィスタっていうのはあのクマ の、うんうん、あの身体能力っぽいものができて、うん、さらにキザルのレーザーが撃てるということで、うん、まああのドレイクの、まあ、恐竜の能力ですら、まあ、防ぐことができないぐらいタフなねゾーン系の能力を貫通させるぐらいの能力をすでに持っとったんですが、うんうん、もう今となっては七部会をねやめてめちゃくちゃ強いハンコックに対しても対等に戦えるぐらい、うん、まあ、つまり16億の懸賞金首とも対等にやり合って傷一つつかへんぐらいのめちゃくちゃ走行機の手に入れたんですよ、うん、これすごくないですか。すごい。そうこれもういやすごすぎるの。そうすごすぎるドなわけなんですよ、うん、ほんまに。まさしくクロスギルドの敵対団体になってるわけなんですよね、うん、でですね、まあ、このセラフィムの登場で藤虎さんは、うん、豪華七部会はもういらねえっていうことも言っておりましたから、うん、まあ、それぐらい、まあ、戦闘センスが、まあ、ずば抜けてるんやろうなってことは分かります。戦闘センスがずば抜けてるの。はい、まあ、戦闘力が高いんだろうなっていうことが、うん、まあ、分かりますね。センスかな。ちょっと分からんけどは、はい、子供なんでねまだ。まあね、うん、成長していく過程やと思うんで、うん、まあ、ただですね、じゃあなんでそんなセラフィムみたいなことを作れるのかっていうと、ここで鍵になってくるのが血統因子、うん、ここ DNA みたいなもんなんですけども、うん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 、別名生命の設計図と言われていて、まあ、一歩間違うと神の領域に達するってことが言われてるんですね、うんうん、でこれベガパンクが、まあ、マッツ時代に、まあ、マッツっていうのは無法な研究をしていた団体なんですけども、まあ、シーザーとか、まあ、ジャッジとかと一緒に研究しとったわけなんですよ、うん、でその時に血統因子っていうものを、まあ、この見つけたんだよと、うんうん、でジェルマはそれを利用して兵士のコピーを大量に量産してるわけなんですよね、うんうんうん、でその兵士では強くて従順死を恐れないという、うんうん、まあもう強強なんですよ、うん、で銃で撃ったぐらいじゃ倒れへんし、うん、まあめっちゃ強いわけなんですけども、まあ、そういうやつらを作っとると、うん、セラフィンも実はそういう技術を応用してるんじゃないのか。まあそうだろうね。はい、ってことは言われているんですよね、うん、ただですね世界政府はこの血統因子の研究が、まあ、めちゃくちゃこいつらやばいことやってんなってなって、うん、まあ、ベガパンクって逮捕したんですよ、うん、でベガパンクはそっから、まあ、海軍の研究者としてなったっていう話なんですよね、はい、で、まあ、実際血統因子っていうのはもう作中でも、もうこの3次の外国核の発達とかも含めて、まあ、いろいろも使われている技術なので、ベガパンクはですね、まあ、当然その技術も今はふんだんに使っていることはもう間違いないと言えるでしょう。でですね、続いてなんですけども、悪魔の実の伝達条件、やはりベガパンクといえば、うん、悪魔の実の伝達条件を解明させたということが言われておりまして、うん、まあ、実際これ初めて出てきたのは、うん、まあ、銃が犬の実を食べたラッスーですね、うん、風邪ひいとったわけなんですけども、はい、風邪気味のね、はい、うん、でブルーノも悪魔の実の伝達条件はすでに解明されてるってことを言うてるんですよ、うん、でそれはグランドラインの学者って言うとったわけなんですけども、うん、まあ、バッチリとね自分たちの抱えてる学者なわけやったんですよね、うん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 、で45巻では物が悪魔の実を食べる技術や悪魔の実の伝達状況の解明、その両方がベガパンクの手によって生まれたものだってことが分かりました。分かりました。じゃあこの技術をもとに人造悪魔の実を作っていくわけなんですけども、うん、まあ、悪魔の実のクローンを作ってるみたいなもんですよね、うん、その技術をもとに作ったのが桃之助が食べた人造悪魔の実なわけなんですよ、うん、これはカイドウのウオウオの実をねコピーして、うん、まあ、桃之助も竜になれるよというわけやったんですけども、うん、何か失敗作やということは言われておりましたけど、うん、結局今のところ我々にとって何が失敗作なのかわからない状態なんですよね、うんうん、でですね、同じく研究していたシーザーもこの人造悪魔の実を作るように出しまして、うん、ベガパンクが作ってるのはものよりかは明らかに精度が低いんですが、うん、まあ、スマイルというある一定以上の力をね得させることに成功はしております、うん、でですね、悪魔の実ゾーン系以外のものも作れるのかっていう話なんですけども、うん、例えば、まあ、ロギアとかパラ
ミシャを作れるなら、うん、2巻をね、まあ、量産できたりだとか、うん、まあ、エースのメラメラの実を量産できたりとかしたらやっぱり強いじゃないですか。強いね。海軍もね、うん、いっぱいロギア系の能力者もいますから、うんうん、そう思った時に実は小田先生答えてくださっていて、うん、99巻の SBS なんですけども、うん、血統因子は現存する生物からしか抽出できないので、うん、幻獣士やロギア、パラミシアのような能力者は生まれませんと、うん、これが科学者シーザーの限界ですと、うん、ただかの天才科学者ベガパンクはその領域を超える研究をしていたとかいなかったとかと、うん、匂わせがすでにされてると、うん、でさらに今週のジャンプ、まあ、メカシャーク出てきましたけども、はい、まあ、生物からまあ兵器にしとったわけじゃないですか、うん、ということで、まあ、こういうふうに SBS でも言われてることからできるんちゃうんかなっていう感じの空気もありますよね、うん、はい。で続いてなんですけども、他にもベガパンクは続々と研究しておりまして、うん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 、故郷のバルジモアの方では、まあ、サイボーグアニマルというものが、うん、まあ、島の治安を守っていたりだとか、うん、まあ、今回のねメカシャークとかもまあこういうような感じでしたね、うん、でですね、まあ、フランキーがそもそもサイボーグができたのは、うん、このベガパンクの研究あってこそですから、はい、で、まあ、そこの中で、うん、まあ、やっぱ一番今回びっくりしたのは、うん、まあ、巨大ロボ、うん、まあ、これはまあそもそもフランキーがね、フランキー将軍が、うん、まあ、合体巨大ロボを作ってるわけなんですけども、うん、こういった技術ももうすでに獲得してるよと、うん、でですね、このフランキーがワポメタルを使ってフランキー将軍を作ったように、うん、まあベガパンク自身もワポメタルを使って、まあ、何かしらこの巨大ロボとか、うん、いろんなものを作ってるんちゃうんかなってことが、ね、まあ、伺い知れますね、うん、で人工生物の生成、まあ、例えばパンクハザードのドラゴン、ドラゴン13号とかも、まあ、しっかりと作っていることから、まあ、無から有を生み出すことがもうすでにできてる可能性があるんですよね、うん、はい。でさらに他には海楼石の利用も行っていて、うん、海楼石を海軍船の底に敷き詰めることで、うん、海洋類から攻撃を受けずにカームベルトを渡れる技術を確立したりだとか、うん、気づかれないよね。そうだ、結構何でもできるようなんですよね、うん、他にもまあ防護服、うん、まあ、このシーザーのガスを見越してガスを通さないものを作ってたりとか、うん、何でもござれなんですよ、うん、で、まあ、この人体の巨大化っていう研究はまだ完成してないって言われてるんですけども、うん、まあ、シーザー自身もね、うん、あのもちゃとかをその大きくしてましたけど、うん、まあ、全然そのまだ兵器利用とか、まあ、巨大化の研究のもうそもそもの兵士として使いたいという目的に達してないんですよ。ただ今回もうもちゃがそもそも縮むような薬を飲んでいたことから、まあベガパンクはもしかしたらこの巨大化とか収縮とかのメカニズムを解明してしまったんじゃないのかなってことがまあ言えるんですよね。で、まあ、さらに島ごと温める土暖房システム、これはもともと冬島出身のベガパンクなわけなんですけども、こちらですね未完成と言われていたんですが、それは技術と資金が追いつかないと、つまり理論上は完成しているみたいな話やったわけなんですよね。で、まあ、今回このエッグヘッドは冬島やって言われていたんですが、牧野之助さんがおっしゃっていたように、もうこちらの植物たち明らかに夏の、まあ、リゾートのような植物が生えているので、土暖房システムも、まあ、完成してるのかもねっていうのも伺い知れます。いや、そうだと思う、うん、で生物の、まあ、この欲の制御ということなんですけども、まあ、この欲をなんか今テーマして研究してるのかもねっていうことも、まあ、今週分かったところですね、まあ、ということでですね、以上がベガパンクの研究とか発明してるものをやったわけなんですけども、うん、まあ、おそらく救済明けはベガパンクについてより分かると思うんで、うん、果たしてこの女の子が本物なのか、うん、そうだね、まあ、もしかしたらね、まあ、急にね、ルフィ海賊やめなよとか言い出すかもしれませんからまあまあそれはそれちょっとおもろいけど、そう言わへんやん、そうそうね、クマも言ってたよみたいな、はクマも言ってたよ、いやいや多分クマの最後の意思を聞いた男でもある、あ、聞いた女の子でもあるわけですから、あ、いいちゃんといいなしてやるね、そうそうそう、はい、まあ、あとはね、このボニーとの絡みがどうなっていくのかとか、まあ、もしかしたら今この扉で逃げてるシーザーが合流してくるんじゃないのかとか、うん、あ、なるほど、もしかこのクマ絡みということで革命軍やサボがここにやってくるかもしれないし、うん、結構何でも展開作れるというところがあるんでね、まあ、すごい楽しみですよね、うん、はい、はい、まあ、というわけで本日はどうだったでしょうか、ベガパンクまとめ、はい、この後何をどんな発明出てくると思うんですか。それはやっぱりタコプター、お、なんで、え、空飛べたら楽しいから、飛んでんじゃん、この人たちだって飛んでたわ、飛んでたよね余裕で飛んでるやん、もうジェルも、なんなら扉で飛んでたわ今週。See you.